石手寺の江門の三郎石手寺は、愛媛県松山市にある新言州豊山派の寺院。本尊は、薬師如来、四国八十八箇所第五十一番札所。野の元祖とされる、ノ門の三郎の再来伝説ゆかりの寺でもある。初詣、薬除け参りの参詣者数は、県内随一であり、道後温泉から近いため、野の他にも、観光客で賑わうことが多く。 2009年3月、ミシュランガイド日本編において一つ星に選定された、本尊神言、恩コロコロ仙台里まとう義祖若子栄華、西方およそとは未まじ暗用の寺に参じて、受けくる十学のお教員、本尊、奥の隕石鉄寺、江門のサブ老祭世大史事伝によれば、人気五年に、伊予国の大衆、おち玉順が夢によってこの地を霊地と、悟り熊の十二社権源を祀った、 これは、聖武天皇の直眼書となり、天平元年に、京起が、薬師如来を刻んで本尊として安置して回帰したという。創建当時の寺名は安陽寺、宗派は、法奨宗であったが、公認4年に空海が訪れ、新言宗に改めたとされる、官兵4年領主、孔の生きりに生まれた、長男、生き方が当時で祈祷を受けると握っていた手から、 エモ門の三郎再生と書かれた石が現れたという、エモ門の三郎再来の伝説によって、石手寺と改められた。河野氏の飛護を受けて栄えた、平安時代から室町時代に至る間が最盛期であり、七道、ガラン六十六坊を数える大寺院であった。A69 年に、長祖壁元地下による陛下を受け建築物の大半を失っているが、本堂や二葉門、三重等は、 消失を免れている。航路に先行の煙剣道より伝説の残る渡らずの橋、江門のサブロー像の横を過ぎ、両脇に露天の並ぶ回廊を行くと、国宝に大門に至る。くぐると、右に茶道、農協所、左右に首廊があって、その先に阿弥陀堂がある。正面奥に進んで一段高い位置に石段を登ると、本堂が立つ。本堂の右に江間堂あり、 その先に大師堂が並ぶ。本堂大師堂の背後にある山には、マントラ洞窟と言われる洞窟があり、本堂左後方に入り口があり、大師堂の裏に出口がある。大師堂右側には仮定も天堂があり、石段を降りるとその右に、三重堂が左に一切共同、ごま堂、弥勒堂,堂が並ぶ。ここから左奥に入ると宝物館、大講堂がある。 国宝に大門重要文化財兼、指定有形文化財、木造混合力私立造松山市指定記念物、石手寺古墳第一1号松山市指定有形文化財、松山市指定天然記念物連供養時点によると、十二社権現をはじめとする書物の来号を夢に見た伊予大主のおち、玉順が十二社権現を祀るために建てた直眼書が本寺の由来であるとされる。それを記念して、 毎年4月4日、古式の作法に従い、諸仏の来語を再現する、連供養を行っている。また、その式典には、奈良時代、鎌倉時代作の面や装束が用いられる。鉄道バス道路石鉄寺境内石鉄寺本尊は、釈迦如来で、権限山々六にある、昭和59年改装、空海修行の地と伝えられる、入り口付近では記に、そうめん流しが模様される。 農協は、当時農協所で行っている。吉安寺変路にゆかりある小野家の霊を祀る。法岩はお空海の登竜の記録があり、一辺承認の生誕地と言われている。蓮華寺本尊は、薬師如来、行基が回帰と伝えられる。山頂には1500年以上昔の霊所遺跡があり、古くから尊神を集める霊地であった。四国88箇所5十ファ寺タジ一。51。 自手辞52大山人死手辞、逸話等、週刊朝日百科、日本の国宝25の解説による、宮崎武樹、四国遍路一人歩き同行二人より、ありがとうございます。